ソウル特別市内の市進む中段公園は、ソウル特別市中区小中道の南山北六にある公園である、東国大学校とホテル白木の間に所在する。本来の進む中段は、現在の進む中段公園の他ホテル白木、韓国国立劇場、自由センター、ソウルターホテルを含む範囲の規模であった。公園内には、 ソウル特別私有形文化財第1号に指定されている進む中団碑があるほか、軽労働と体育施設、野外部隊などがあり、シク倉大使をはじめ、李春、李漢王、劉漢順の銅像が建てられている。進む中団公園は、貧碑が暗殺された木の戸羊事変の際に、大漢帝国に準じた中心や列車を祀るために、1900年9月に構想が、 進む中団という指導を混流したことに始まる。構想は、この絵舞台である、護衛庁の文書で、ソウルの南を守る、南省営の場所に、進む中団を構え、春と秋に祭祀を行った。韓国併合後の1919 19年に、進む中団の一帯は、桜の木が植えられ、日本風の公園に改装された。公園には1932年に、 伊藤博文のための寺である白文寺が、1937年には、第一次上海事変で死亡した日本軍の肉弾さん、勇士の銅像が建てられた。日本の敗戦後、白文寺と日本の軍人の銅像は撤去され、朝鮮戦争では指導に付属する建物が破壊された。1959年に政権側が、 覆害された際に撤去された水氷橋が新営道にしばらくおけされた後1965年から移築保存されているほか、1969年には公園内の迎賓館の中にあった進む中断費が水氷橋の横に移された。1957年5月25日、第一共和国期の与党自由党の独裁を求断するために野党である 国民主権擁護闘争委員会の主催でソウル市民20万人余りが集まった野党自局講演会で与党と結託した暴力集団による進む中団集会妨害事件と呼ばれる政治テロが発生した進む中団講演は1971年の韓国第7代大,大統領選挙前の4月18日市民約100万人が集まる中での近代中候補と 牧世紀候補の演説対決でも有名である。選挙では、牧世紀が大統領に当選したが、近大中は、牧世紀に負けたのではなく、李光楽に負けたと語った。その後、維新憲法が発布された。進む中断の最初の位置は失われたが、現在の進む中断公園の南端の子供野球場の向かいあたりと推定されている。公園の入り口に立つ進む中段碑の、 進む中段の文字は、順州が皇太子であった頃に書いたものである。石踏みの裏面には、貧栄館の文章が刻まれている。歌手のハイコが歌った、霧の進む中段公演はこの公演を素材にした歌として有名である。ありがとうございます。